まだまだ続くよ。ミラキラスレディーバグ&シャノワールディズニーチャンネル。ついに冒険が終わる。我らの勝利まであと一歩だ。12月11日土曜日、ダックテイルズの最終エピソードを初放送。みんな気をつけてね。敵のアジトに潜入したダックファミリー、そこで出会ったのは、待って、何？双子の謎。家族を助けに行くんだ。全てを解き明かす衝撃のラストとは。ダメよ、待って。さらに最終エピソードの直前は、スクルージがサンタに。クリスマスエピソードも楽しもう。それがダックテイルズラストアドベンチャー、12月11日昼3時30分から連続放送。サルファースプリングスもきっと楽しいぞ。父さんがトレモントっていうホテルを直すんだって。あのホテルに住んでるの？聞いたんだ、このホテルが呪われてる。あなたが見るのもきっとすぐ。嘘でしょ、見て、本当にいた。その謎を解け。こんなの信じられない。ドラマシリーズサルファースプリングスの秘密、3話連続の新エピソード、8日水曜日夜9時。ディズニーチャンネルムービー。はい、こちらアンチペストです。あの名コンビウォレスとグルミットがまたまた大活躍。大変なんですよ、ウサギに荒らされて困ってるんです。今度はウサギ捕獲大作戦。私たちなの人参なの。年に一度の巨大野菜コンテストで優勝を狙え。野菜を食い荒らす悪い癖さえ直してあげればいいんだ。ウサギを野菜嫌いにするはずが、ウサギ男がやってくる。巨大なウサギ男出現か。でっかい罠がいい。アカデミー賞長編アニメーション作品賞受賞。おっとウォレスとグルミット野菜畑で大ピンチ。12月4日土曜日夜8時、ディズニーチャンネルムービー。またまた始まるよ、ミラキラスレディーバグ&シャノワールディズニーチャンネル。